Windows が起動動すすするるに自動実行するソフトウェアを制御しますよく知られている方法はスタートアップにあるソフトウェアを起動時に実行しないようにする方法ですがここではスタートアップへの追加の方法も解説します。 スタートアップに様々な情報を得られるソフトを追加すると自動実行されて常に情報が得られるようになります動かしているのは時計天気予報スケジューラーニュース、えー、それから PC のですね状態を表示するソフトですはじめは自動実行させないようにする方法を解説します えー、スタートメニューから設定ですね。こうスタートメニュー、クリックして2つ上、設定ですね、えー。そしてこの中のアプリを開きます。このアプリですね。えー、そして横を見るとスタートアップというのがあるので、これを開きます。この中のオンと書いてあるのをこのようにオフにすると、 自動実行は停止してオンにすると再び自動実行するようになりますですから、えー、とオフにして問題があればオンに戻すということが簡単にできるわけですこれで、えー、スタートアップの数を減らして、えー、コンピューターのですね負担を軽くしたりすることができるわけです 次はタスクマネージャーからスタートアップを制御しますタスクバーを右クリックしてタスクマネージャーをクリックします上にあるスタートアップのタブこれをクリックすると、えー、このようにですね有効無効という形で出てきますソフトウェアを選択して無効をクリックすると表示が無効になります 有効をクリックすると再び有効になります次はスタートアップに起動するソフトを追加しますスタートメニューから起動したいソフトウェアを選んでデスクトップにショートカットを作っておきます今ここでは Windows のですねアクセサリーのメモ帳をショートカット作ります ドドラッグドロッグロプですねあ、ペイントでした次にスタートメニューから、えー、ファイル名を指定して実行ですね右クリックすると出てきますので、えー、これを開きますこれですねそしてここにコマンドを打ち込みますシェルコロンスタートアップ というふうに打ち込みます。画面の方を見ていただきた,いた通りです。これで OK ですね。この開いたフォルダに先ほどのショートカットをコピーします。これで OK ですね。ペイントが入りました。それではさっきのスタートアップ制御、えー、見てみましょう。ペイントが入っているかどうかですね。スタートアップ。 下の方を見ますと、えー、ペイントが入っているというわけです。次はスタートアップのフォルダーをエクスプローラーで開く方法です。隠しファイルが見られるように隠しファイルにチェックを入れます。C ドライブを開きます。ユーザーを開いて、 ユーザー名ですね次に appdata 隠しファイルになっています半透明の appdata ローミングマイクロソフトですね windows ですねそしてスタートメニューはいプログラムですねそしてスタートアップでこの ホルダにたどり着きますメモ帳のショートカットを今コピーしてスタートアップに入れましたタスクマネージャーから見てみますとスタートアップですね下の方にメモ帳も入っていますこれですねメモ帳入ってます スタートアップから削除すれば自動実行しなくなります。またスタートアップ制御の方法で止めることも可能です。今回はこれで終わります。次回をお楽しみに。